ちょっとサプライズで新しい虎が登場します。まあここのところもですね、結構新しい虎の方々はたくさん出ていただいてるんですけれども、この虎に関してはどうしても僕がちゃんとね、出演前から皆さんにご紹介したいということでございます。還暦すぎても子供の子ということでお迎えしましょう。どうぞ。こんにちは。出ました。はい、どうぞ。よろしくお願いします。ください。ついにあのリライブシャツの佐々木隆さんがいよいよ虎としてデビューでございます。よろしくお願いいたします。佐々木さん、はい、お願いしますよ。いや、もう緊張してどうしていいかまだよく分かってないんですが、はい、実はですね、4月の9日なんですけども、全然この話は佐々木さんにはしてなくて、はい、どうですか最近ということで、ちょっと進捗の報告をしてくださいということでアカデミーの前に呼んだんですよね。はい、そうです。でなんだかんだって話をしてる中で、ちょっと僕の方から一つ提案があるんですけどっていうことで、唐突に佐々木さんに話をしましたらびっくりされながらもですね、快諾をしていただいたので急遽動画を撮っているということでございます。佐々木さん、あのご自身の中でね、はい、まあ、こうやってあの1年ちょっと前にリライブシャツが始まって、はい、今すごいことになってるんじゃないですか。そういう中でね、ここのとこありましたよね、佐々木さんに関係する虎の方々もちょっと問題になっちゃったりしたんですけども、うん、どんな風に見てました？そうですね、まあ、僕は全くわからないところでの話だったので、はい、まあ、いろんなことあるなとは思ってました、はい、ただビジネスってことに関して、はい、本当にあの優れた方ばかりだと僕は今でも思っています、はい、ですからこれからやはりあの自分で事業を立ち上げるっていうのは日本全体にとってものすごく大事なので、この番組の意義っていうものは非常に僕は大事だなと思っているんですよ、はい、ですからそこに対して、まあ、今回お声掛けいただいて、まあ、何らかのお役にでも立つならば嬉しいなと思って今回は受けさせていただきました。はい、もう僕もですね、やっぱりあの若い虎多いじゃないですか。素晴らしいですよね。僕がね、一人だけもう本当に一回り以上離れたあのジジイですのでジジイ仲間です。そうですねめちゃくちゃ嬉しい。それでも僕よりはまだお若いので、僕から厳しい言葉を浴びせることもあるかもしれない。よろしくお願いします。はい、あの佐々木さんね、去年の2月に配信されて初めて、はいはいはい、今日まで1年と2ヶ月ぐらいか、はい、そうです ね、ざっくりですけども、はい、全部でどのくらい売れましたか、数は。今日現在10万枚くらい売れてます。10万着ですよ皆さん。はい、はい、で本当に初期だけはまたあの1万円ぐらいだったんですよね、はい、そうですね。でそれがすぐに定価で7700円ぐらい落ちましたので、はいはい、それで計算してもパッと計算できますか、はい、皆さん10万枚で7700円で、まあ、8000円としたらさあいくらでしょう。8000万でしょうか、8億でしょうか、80億でしょうか。答えは8億です。1年間で8億円の会社になっちゃったね。ありがとうございます。もう10億円目の前だね。そうですね、年商10億って一つの壁じゃないですか。はい、はい、1年間でこうなった気持ちってどんな感じですか。正直、うん、よくわからないんですよ、はい、あの数字だけ上がってて、はい、そして物だけ出てってるのが、はい、よくわからないんですが、はい、ただあのお客様の声を、まあ、当時からずっと追っかけてるんですが、はい、やはりあのツイッターをはじめ皆さんが、はい、よかったよ、はい、言ってくれる声が非常に多いの で、 そうです、ね、僕の判断はそこだけなんです、はい、だから皆さん喜んでいただいてるのが本当にありがたいな、はい、まさしく本当にあの今日もですね、令和の虎のトップページから入ると、はい、佐々木さんの一本流しっていうのがあるんですけど、はい、あそこのコメント欄見たら2000何百って入ってるんですけど、はい、全部コメント返してるじゃないですか。あ、返してます、はい、この豆さがすごいなと思って。いや本当にあの豆な僕が言うからよっぽどですよ。はい、僕が豆なことも分かってるじゃないですか。分かってます。はい、でもね、本当に高橋さん豆だなと思っていて、はい、これね、一重に僕思うのは、はい、やっぱりリピーターがついてるね。あ、ありがとうございます、はい、そうなんです。やっぱ一時売れてもなんだこんなもんかって思ったらそれ止まるじゃないですか、はい、止まります。リラビシャツって食べ物でもなくて、はい、ね、もう一回食べたいっていう話じゃないんだけど、はい、要は自分が着るシャツってどっかで限界はありますよね、はい、数は、はい、あります。だけど自分自身が良かったわけだから、はい、自分の母親父親に買ってやろうとか、はい、友達に紹介しようとかって言って広がっていってるわけじゃないですか、はい、そうなんです。これがやっぱ大きいですよね、はい、とありがたいですね。はい、
ということで、まあ、これからですね、実は5月の収録からいよいよ高橋さん、トラデビューをしていただくことになりました。はい、はい、相変わらずリライブシャツ本当に売れてるんですけど、はい、今日もですね、一応概要欄に貼っときますが、改めてはずっとうちの虎の子応援 EC サイトで販売を続けておりますので、ずっと売れ続けてますけども、改めてね、最近平和の虎を知っていただいた方でこの動画を見られた方は、改めて概要欄、佐々木さんの一本流しも貼っときますし、3本に分かれたものとかね、EC サイトとかいろいろ貼っときますので、ぜひとも見ていただいて、あ、こういうものなら一回買ってみたいなと思えば、ぜひクリックしていただければ嬉しいなと思います。さあ、最後になりますけども、高橋さん、はい、虎になる意気込みをちょっと視聴者の方に。本当にこの令和の虎に出て若い虎の方は本当に優秀なんです。だから私は決して優秀ではないんですけども、実直にやってきただけです。でもだからこそこのお役に立つところはあるんじゃないかと思ってます。能力的な部分とかいろんな部分は足りない、それでも仕事は一生懸命頑張る、それで僕は人生は成り立つと思ってます。ぜひ一緒に見てください。よろしくお願いします。